ジケト・ピペラ人類の一般構造ジケト・ピペラ人類は2つのアミノ酸がペプチド結合によりラクタムを形成した環状有機化合物群である。ジケト・ピペラ人類は最小構造の環状ペプチドであり3次元構造が完全に解明された初のペプチドである。この仕事はカリフォルニア工科大学のロバート・コリーにより1930年代になされた。 コーリーはジペプチドであるグリシログリシンの環状無水物の構造決定を行った。ジケトピペラ人類はまた、哺乳類を含む多様な生物で、アミノ酸から生合成されており、二次代謝であるとみなされている。ジペプチダルペプチダーゼのようないくつかのプロテアーゼ酵素では、タンパク末端からの回裂により、ジペプチドを生成させるが、生成したジペプチドが自然に感化して、 ジケト・ピペラ人類を形成することが知られている。さらにジケト・ピペラ人類は、合体構造、光学活性、主児の即座構造などの構造的特性から、ドラッグデザインの魅力的な足場となっている。天然物由来のジケト・ピペラ人類と合成された、ジケト・ピペラ人類のいずれもが、高腫瘍活性、抗ウイルス活性、抗菌活性、抗微生物活性などを含む多様な生理活性を、 示すことが報告されている。ありがとうございます。